おはようございます。任天堂 Wii 版スプラトゥーン1やね、1作品目やね。パート5、5回目。よろしく。ちょっと慣れてきて、いい感じのプレイもできるようになってきたかなと思ったけど、そうでもなくて、ひどいやられ方は相変わらずしている。まあでも、割にうまくやってんじゃないかなと。なんか忘れてると思ったら、そう。ジャイロはやっぱりな、慣れるまで時間かかりそうね。ここよ。そうだね、これ。いけるかなと思ったけど、どういうこと？あ、そういうことか。登れへんもんね。ああ、そういうことか。はいはいはい。どこ以外？こことか。やべ。可能性としてあるよね。あれ。もう焦らずに丁寧にやろう。塩も全部ぬりぬりしといた方がいいかな。抹茶インク。こういうこと？これでいいのか。なかなか難しかった気がする。もうちょっとか。これ裏とかにも入れんのかな。転がるはまるタコツボ。はーん。どういう動きが求められてるか。行く。へっ。いやあら、空いてるからんとこ。ああ、ちょっと敵。
どこや。頭かな。目か、頭。口んとこ。ちょっとわかんねえな。これか。あ、そういうこと。普通にうまいこと逃げてればいいのか。そういうこと。ステージに変化があるのなかなか厳しいな。パンパンっぽいよね。ワンパンは、なんとか、避けた。だから、すごい速度で。ああ、そういうことか、透明の。やばい、ここ。マジか。おっつ。こいつもしかしてなかなかやるのか。最終ラウンド。しかしこのツイートくれ嫌な感じはあやつちょくれやすさを見ていくツイート。それはまだ一号二号にはアットラなんだが、アットラ、ん？アットラなんだ、アットラなんだか。あとで、焦ってやるからチートを待っておれ。みんな詰まったらわしと癖のおはぎをパーチ。ギーオルシ当たり目発見。ちょ、と、ああ。当たりに捕まえて邪魔させたい。パタッ。15。よし、これで。どこ？ここ降りていいのかな？ちょっと登れ。あ、上か。マジ。から登る？上か。ここ見て、降りて。こう、ああ、オッケーオッケお、新しいエリア？これが。あ、まあ、全体的に見やすいんで、悪くないでしょう。そうね。
下にいろいろあるんや。なるほどね。ちょっとふんふん。壊れたオルゴールみたいな。どんな音楽が。別に塗ってる量がどうとかないからな。いいのか、普通にそのまま行ってしまうから。甘んじて受け入れましょう。おぉ。くっつくのかな？くっつくじゃねえ。壁にくっつけられる？これは何や？あ、つけられそうやね。間違えた、ボタン間違えた。つけまくった。とりあえず、よ、十分すぎるぐらいつけた。あれやべ。危ない危ない。ちょっと。ほい。まあ、そういうことですよ。まずこうか。ここで押せてもらって。お、マジか。下に何かあったのかな。やばい。さの判断。こっちか。はい、飛んで、ちょっと焦りすぎた。積み上げて、気づいて。やばいなどうすか。普通に
これで。最終ポイントちょっと難しいから大丈夫よ。よろしく頼みます。防御やば。普通にやばいかも。これでいいか。なんか銃ゲットしたな。カバンの他に、よくわからん三角のやつ。ブルブルブル。もしもし聞こえてる。受話器が逆。あ、私はニューガラストンビ隊員1号。同じく2号、当たり虫からの SS を受け取った。あ、畑さん号、当たり虫の代わりにサポートする。なるだけ。スルメイカにされてしまうというわけか。まあまあまあ。そっか。です。ちょっと今危なかったな。プロペラリフトの要塞。下がメインステージになってんのかな。ちょっといまいち分からへん。普通にこれは。こういうことかとは言ったものの、こういうことが今一番からず。ああ、そういうことか。よい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 しょ。斜めジャンプ。ちょっと、がっかりや。この斜めジャンプのクオリティにはちょっとがっかりしてる。いけ！ありそう、なんかありそう。何もないな。もう平成生まれの予感、平成生まれの感は全然強しいんじゃない。辺の役にも立たんと。平成の感は、まあ、令和なんだよね。
どんぐらい押し出せる？そうでもないか。そんな出るわけでもないのか。ないな。マジか。その、なんつうのかな。ちょっともう平成の感が全然通用しなくなってしまって。大事、ちょっと大問題かもしれない。ちょっと、足場か。メッセージが届いたのか届いてないのか分からんけど微妙な。コントローラーコンタクトぐちゃぐちゃなんだよ。ああ、そういうことか。ここね、この縦ラインね、しっかりやらせてもらいます。大丈夫かな？大丈夫、全然。小僧です。どこの？よーし。回し回され無我打ち。オーナーバリバトル以前はイカとタコの持続感を超えた交流もあったよ。さらなる海面上昇により狭くなって縄張りを奪い合うことになろうとはこの若者たちにも想像できなかったことであろう。はい、ちょっとエピソードっていうか、トゥーカーっていうか、失礼しました。エピソードっていうか、そういうのはちょっと分からへんけど、まあ。これ、ワンチャン飛んだらいけんちゃう？全然いけない。
おお。ぐるんぐるんステーション。運命の大回転。あ、ちょ、これきつそうやな。こういうの結構、なんつうの、案外難しい。そんな構造というか、なんつうの、自体はシンプルなんやが。まあ、でも要は上を、上も塗っときゃいいんでしょう。違うかな。おそらくは上もしっかり塗っとけば、あの箱も開けられる。感じ。ちょっとこれは、このコンテナは壊せない。やば、今のは結構きれいな。こういう感じ。全然届いてなかった。やばいやばいやばい、やばいよー。ほいっと、下は違うな。ちょっとなんか動作が、物語の後半終盤に入るにつれてもっさりしてきた感があるかもしれない。どうなんやろ、そういうこともないのかな。大丈夫か。下になんかありそうじゃ、ありそうやったが。なんかおるな。のコントローラーを横に動かしても横に動くんやね。完全にスティックじゃなくて、横に動かしつつ、横に動かしつつスティックもいじる。そうするとよりハンドがすごい使いそう。見つけてしまう。よいしょ、いけるか。ナイスです。
無事操作がやっぱり違うな。ここか。これ登っていく、登っていって、あれ下かな。下は下なの。 OK、 じゃあまあ時間いくらいなので今日この辺でありがとうございました。お疲れ様でした。